海保巡視艇と米湾岸警備隊との合同訓練を実施しました。中国包囲網ができつつある状態の中、アメリカもまた日本に期待をしています。台湾などとの連携もこれから進むでしょうし、新たな法解釈も出てきたのは必然なのでしょうか。詳しく見ていきますね。アメリカの日韓に対する圧力がちょっと気になるところです。日本としては付き合いは避けるべきでしょうしね。アメリカの圧力はまた絶大なのかも。2021年2月21日、太平洋上の小笠原諸島の近海において日本の海上保安庁とアメリカの沿岸警備隊の艦艇が合同での訓練を実施したことが報じられ、その分野でも二国間の連携が強化されている。従来、日本とアメリカの艦艇の合同訓練と聞けば、海上自衛隊とアメリカ海軍による合同の軍事演習がよく知られているが、軍事力に止まらず、海上の警察力の分野にもその流れが及んだものだ。これは従来世界最大の艦艇数を誇っていたアメリカ沿岸警備隊が、その艦艇数において中国海警備局にその座を奪われたことへの日米両国共通の対抗という思惑が起とされたものだろう。ただ、日本の海上保安庁が純然たる警察権限に基づく組織であるのに比べて、アメリカ沿岸警備隊は軍の一部に位置づけられる実力部隊であり、その意味では中国海協局に近いとも言える。それでも海上保安庁、アメリカ沿岸警備隊、中国海協局ともに、英語表記上は、すべて、国名の後ろに、コーストガードがつくものであり、自国沿岸の治安維持を担う組織ではある。折しも、この2021年2月に、中国海協局は、従来までの解釈よりも、その組織としての武器使用の基準を緩和する、法改正を実施しており、それが報じられた昨年秋頃より、日本では深刻に懸念されてきた。これには、特に中国海協局所属の艦艇による尖閣諸島周辺海域への侵入行為が2020年に多発してきていることが背景にあり、中国側がさらにその姿勢を強める恐れがあると考えられたためだ。今回の中国海協局の法改正とは、飯和馬道局自身が恣意的に判断して、必要だと認めれば、個人が所持している重火器及び艦艇の装備である。兵器まで使用可能だと明文化したものである。いずれにせよ、中国側の一方的な判断に委ねられるものなのだが、建前上の法律の立て付けとして、自らの武器使用をあたかも法に則った行いであるかのように見せかけようとする意図が見て取れる。こうした状況下で、日本でも最前線でこれら中国海協局の艦艇と相対する海上保安庁に対し、現行の海上保安庁法の解釈を緩和することで、これに対抗しようとする政府の動きが報じられている。現行の海上保安庁法上でも、外国の軍艦を含む公船への武器使用を禁じてはいないが、いわゆる威嚇射撃ではなく相手方への危害を目的とした射撃には一定の条件が課されている。具体的に、危害を目的とした射撃が許容される場面とは、正当防衛もしくは、
重大凶悪犯の逮捕時を指しているのだが、今回日本の領土に上陸する目的で侵入する者は、これに該当するとの判断を示した。これにより現在危惧されている尖閣諸島への中国側の上陸を抑制し、また、仮に海上保安庁では対応が困難な状況が発生した場合でも、海上自衛隊に海上警備行動が発令されていれば同様だとみなしたのだ。ここまで政治が踏み込んだ法解釈を示した背景には、前述の中国海峡局の法改正によって、尖閣諸島への上陸が現実味を帯びていることの裏返しだと考えて差し支えのない事態だろう。さて、海上保安庁とアメリカ沿岸警備隊との合同訓練だが、参加したのは、前者の巡視船、秋津島とヘリや遠隔操縦航空機、後者が、巡視船、キンボールであったと報じられている。秋津島等とキンボールらの両国の巡視船は、日本の領海内に、侵入してくる外国艦艇、艦艇の阻止を目的とした合同訓練を、行ったとされており、中国海警備局を想定していることは明白だ。巡視船、秋津島は、基準排水量7350トン、全長150メートル、全幅17メートルの大型の艦艇であり、前級の敷島型を、若干拡幅した海上保安庁でも最大規模の巡視船である。よって、巡視船、秋津島は、兵装も、70口径 40mm をフォース MK3。単装機銃2機と、20mm61 バルカン砲2機を実装し、かつ、大型の EC-225 ヘリを2機搭載することか、可能な充実した装備が施されている。巡視船、キンボールは、基準排水量3206トン。満載排水量4112トン、全長 127.4m、全幅 16.5m の艦隊を持つバーソル普及。カッターの7番艦であり、巡視船、秋津島よりは小型である。それでも、アメリカ沿岸警備隊の艦艇だけあって巡視船、キンボールの、兵装は強力であり、70口径 57mm をフォース単装速射砲1機と、近接防御火器である 20mm のファランクス1機を実装している。また、巡視船、秋津島同様に、キンボールも艦隊後部に飛行甲板と、格納庫を完備しており、HH-65 ドルフィンヘリコプター2機を艦載機として運用することが可能となっている。巡視船、キンボールは、ハワイのホノルルを母港として任務に従事中だが、同級の一番艦であるバーソルフは、2019年3月に長崎県の佐世保に配備されており、北朝鮮の瀬取り監視にあっている艦艇でもある。